ハリー・ブレックは、イギリスのバイオリン奏者、指揮者、ロンドンの生まれ、9歳からバイオリンを始め、11歳で、トリニティ音楽院で、サラ・ファニングにバイオリンを学んだ。その後、プラハで、タカール・シェフ・チークの訓導を受けた。18歳で、ハレ管弦楽団に入団しながら、マンチェスター音楽大学で、アーサー・カテラルの指導を受け、1930年に、 BBC 公共楽団のバイオリン奏者に転出して1936年まで在籍した。1933年に、デビッド・マーティン、フレデリック・リドル、ウィム・デモンと弦楽四重相談を作って、室内楽でも活動した。BBC 公共楽団を退団後は、エドワード・シルバーマン、ダグラス・トンプソン、ウィリアム・プリースとブレック四重相談を結成したが、 第二次世界大戦中にシルバーマンやトンプソンの死やプリースの出生などによりマックス・サル・ピーター、キース・カミングス、ダグラス・キャメロンにメンバーを変えて1950年まで演奏を続けた。一方で戦時中の1942年からロンドン・ウィンド・アンサンブルを設立して指揮活動を始めるようになり、1949年に ロンドンモーツァルトプレイヤーズを設立して、1984年まで主席指揮者を務めた。1962年には OBE を受訓し、1984年に音楽活動から引退した時に CBE を受訓している。ロンドンで死去。theguardian.com.independent.co.uk ありがとうございます。